ゼロワン。もうこの数字だけでなんか、仮面ライダーゼロワンだろう、ね、出るか、やってんの放送今。いや、ほら、出るか。もしもし？もしもし。うん。ゼロワンボタンするやつけど。うん。どうした？どうしたってなんか。うん。え、俺一言も言ってないわ、そんなこと。なんか悪口言ってるって聞いたんだけど。いや、悪口言ってないよね。え、ゼロワンのじゃあ何悪口言うの俺。え？え、だって俺何でも悪口言ってねえよ。悪口言ってない。で、俺これ録画残すけど、ゼロワンの悪口なんて一言も言ってないんだよ。クルちゃんの悪口は？悪口も言ってない。クルちゃんの悪口も全然言ってない。悪口言ってないの？うん。だって録画残してもいい。あ、そう。え、だからハトじゃないの、全部。全部ハト？うん。全部ハトでしょ。え？予算さ、うん。名古屋来るときさ、クルちゃんに LINE したでしょ。LINE、え？何がクルちゃんに LINE したって？気をつけて名古屋行ってきてねって。ああ、行って。うん。うん。え、それは別に。いや、ぐちぐち言ってるっていうか、だから、ね、じゃあ、その、まあ、俺も言ったんだよ。だってさ、バクソとか、朝比奈みたいになりたく、なっちゃダメじゃん、来るじゃんって。そう。そう、だから、そうなってよ、そうじゃん。だから、絡むんだったら、売名するんだったら、一人にした方がいいって。あ、予算だけにしといてほしかったって。いや別に俺ってか、だって最初は俺だったじゃん。俺だけでもよかったじゃない？まあ最初新やつだけどね。うん、でもそれは閲覧30とかだったじゃん。うん。うん、だから予算だけにしてほしかったってこと？いや、してほしかったっていうか、それはだからやっぱり朝比奈とかも、みんな誰と絡んで失敗してるじゃん。だって絶対さ、じゃあ例えば、じゃあ、クルちゃんと、まあ、ゼロワンさんがね、じゃあ、今回、まあ、名古屋で会ったじゃん。じゃあ、パコって、絶対、ね、ゼロワンさんも、悪口とかなるでしょ。まあ、そうだね。タイプじゃないって言ってたもんね。うん、で、それで、昨日、仮病してさ、ね。仮病じゃないよ。いや、仮病でしょ、絶対。いや、仮病じゃない。仮病でしょ、あなた。いや、だからそのね、パルパルとくっつけさせるたびに、いや、俺もね、バブちゃんから聞いてるもん、結構。なんで薬もらってるんだけどね。ん？何？昨日病院行ってインフルエンザの検査もしてるんだけどね、鼻につっこんで。インフルエンザなのに、自宅に人呼ばないでしょ、インフルエンザで。え？感染しちゃうよ。呼んだ後だからね。呼んだ後っていうか、だって病院行ったんでしょ。じゃあ、もしインフルエンザでね、じゃあインフルエンザになったら人呼ばないでしょ。インフルエンザだったら俺はどっかのホテルに行こう。じゃあお前、家にいないでホテル行けよ。家でやんないで。だからインフルエンザだ。だからおかしいだろてめえ。だからさ、お前がおかしいんだって。だからパルパルとくっつけさせるためで来るを。な？じゃあそれでいいじゃん。だから。妄想がすごい。いや、妄想っていうかさ、もうだからバブちゃんから全部聞いてるからね。俺も何を聞いたのバブちゃん。な、知らないけど、あったんでしょバブちゃんと。あったよ。うん。で、それで、そういうふうに言ってたって、すごい聞いてるわけよ。悔しい。パルパルと。いや、悔しいってから全然、あ、セックスしてお願いします。ゼロワンさん、クルさんとセックスしてください。お願いします。ないよ。お前と一緒にすんなって。あ、そう。じゃあなんで、いや、じゃあ、ね、まあいいんだけど、だから俺は別に、んまあ俺だって糖尿だからチンコ出さないもんだって。え？うん。いやだから全然いいんですよ。そっちで、じゃ絡んだら。俺はもう、クルさんとはもう二度と絡む気がないんで、先に伝えといてください。うん、そうだよ。だからもう、その時点で、リスナー的にもメリットはないし、俺もだってさ、やっぱりその、絡むんだったら、そういう風には期待しちゃうじゃん。何を期待する？ん？インポが何を期待する？
ね、インポでも女の子と仲良くしたいもん。何？インポでも仲良くしたい。何を伝えたいの？クンニかなんかか？いや、クンニでもなんできるじゃん、うん、でもそういうのもないって言われたらリスナー的にも、もうだから俺も考えたんだよ。リスナー的にも何もないし、いや、俺はそういうのないって、ね、そういうことできたからよかったじゃんか。そうだから俺はそこは別にもうありがたいと思うし、だけど今後絡む気はもうないってこと、それだけ。絡む気がない。まあ絡む気がない。そう。だからまあだってその俺言ったんだよ、クルさんに。じゃあ絡むんだったら、じゃあね、うん、まあいいよ。俺の気持ちも願望もあるよ。俺としか絡んでほしくないっていう。うん。いやそれは認めるよ。だけどじゃあ、うん、じゃあいいじゃんそれで。だから俺はだからそれでもう他に。いや付き合ってるとかじゃなくて、だって別にその場合に、俺はだから別にそういうに言われても今後その仲良くしてくれればあれするけど、だからもう僕、俺はもういい。だからそっちでゼロワンファミリーでいいじゃん。ゼロワンファミリーで。そんなねえ、なんか暗黒とかそういうなんかファミリーみたいなないから、うん、あ、え、そうなんですか。え、パルパルとファミリーじゃないですか。家族じゃないですか、パルパル。いや、パルパルと家族でしょ。え、違う。あんだけだけやって、彼、家族でしょ。だって。ネットの証拠で仲間ごっことかしてないから。いや、してるでしょ、あなた。あなたが一番してるじゃん。ずっと。だって一人で放送できないでしょ。だってずっとさ。ね。やろうとかできるよ。やれよ。できねえじゃん。自由じゃん、別に。だから、そこに惹かれて、クルさんが行ったわけじゃん。ね、うん、何に惹かれたあなたのそのね、閲覧。今だって V をやってんじゃん。すごいよね。いや、そこは認める。俺、すげえ認める。あ、ゼロワンさん。すごいっすね。最近、閲覧とか、めっちゃ稼いでるね。VV、すごい言わせてるけど、うん、まあ、すごいと思うよ。勢い的にはね。すごくないよ、ね。すごいよ。だって、金梅さんなんか見た。閲覧200とか300でゴミだよ。ねえ。まあ、あんななっちゃって。そんなね、閲覧が全てじゃないよ。で、それ、いや、それ言えますか。で、ゼロワンさ、で。僕、予算と系統が違うんだから、予算はバカにされる閲覧線でしょ。僕、そんなバカにされないからね。いや、そんなの分からないじゃん。バカにされたってさ。だって、あなたってさ、結局さ、絡まないと閲覧いかないじゃん。僕は俺は一人で、だって、さっき2500、600って言ってたよ、って、俺だって。うん。バカにされる線よりも普通にやって500でいいよ、僕は。じゃあなんで絡もうとすんの、いろんな人。別にいいじゃん。いや、まあいいけど、まあいいけど、確かにいいけどさ、なんでじゃあ、そういうふうに言うんだったら絡む必要ないじゃん、って、いろんな人。だからいいやん、この配信理念を押し付けないと、配信一人でやらなきゃいけない。いや、まあいいね、いいや。いや、まあいいや。うん。でもね。やりたくない。なんで？いや、俺別に今、クルさんやりたくない。いや、俺のことをね、じゃあ慕ってくれたからね、いいけど、まあ慕ってないから、全然。うん。だってもういい。だから俺はもうクルさんとは二度と絡まないっていうのも、俺はもう、あ、それだから。じゃあ、ゼロワンがちゃんとクルさんのことを大事にしてあげて、ずっとあれしてあげてよ。訓にできなかったよ。訓に嫌だって言われたもん。今そこやるんで、手前したら痛いって言われて。いや、それ聞いたでしょ、だって。それ、いや、手前じゃない。だからもういいじゃんね。じゃあ、そっちで、ちゃんと、仲良くして、売名させてよ。その、パルパルとか、ゼロワンとかで、やってあげたらいいじゃん。俺はもう、クルさんだ、二度と絡む気ないから。正直。それ言ったらかわいそうだよ。いや、じゃあ、クルさんいるの？じゃあ、クルさん変わってよ、じゃあ。クルさん。クルさん変わって。クルさん今、エルピのデート行ったから。ああ、そう、あ、エルピのデート行ったの？よっさんね。まあ、その時代は朝原みたいなね。びっくりすると思うよ、よっさん。不思議と、不思議とね、クルちゃんの好みは、俺でもパルパルでもなく、エルピだったんだよ。いや、本当に？で、エルピと今、名古屋の大須にデート行ったの。ああ、そう、まあ、ま
まあそう、まあね、いい、それは、さあいいよ、それは。わかんないよ、あの子の、何考えてるか。ああ。いや、本当に何考えたらわかんないよ。うん。うん、正直。だから、うん、まあ、俺がパルパルかなと思ったんだけど。うん。うん、でも、行かなかったじゃん。だって、あの、でもさ、なんか、昨日さ、なんか、あの、ゼロワンの部屋に行って放送が切れたみたいに言ったじゃん。あれ、ほんとだ。で、そしてやんなかったの、ゼロワン。だから断ったんで。え、なんで、え、やりたいみたいに言ってたの、なんかやりたいにか。断れたんで。まあ、でも、部屋に行った時点でそうだよね。なんか。うん。うん、え、やんなかったの、ゼロワン。だから、そういう風に落とすんだよ、女は。わかってないな、よさ。いや、俺はもう女とかもずっと、俺女とかもう二度とかからない。俺はもう、もう、みたいにもう俺黒雪がいてくれたらいいんだもん、俺も。黒雪が。もうそうなの、うん、今日ね、今日も一人で2000行ってたし、リアさんさすがですよ。まあ、競馬があったからね。もう何年経っても予算だけは超えれないですよ。なんでそういうこと言うの、お前超えてんじゃん、俺のこと。超えてるわけない。超えてんじゃん。じゃあ、競馬がなかったら絶対超えてんじゃん。競馬があったから今ね、こうやって俺言えるけど、競馬なかったら、ね、金梅さんとか一緒だよ、俺は。まあ、パルは24歳だから、うん、予算なんかいずれ超えるんだろうけど。いや、パルパルも超えないと思う。ゼロワンは、すごいよ。僕は33歳でもう予算と変わんないしね、年齢。いや、4歳差か。俺37だから。ああ、そうなんですか。でも、今ね、正直言っていい。俺も思ってること言っていい。はい、今、フワッチで、一番、ね、まあ、コラボしてるとかなんだろうかね。閲覧が多いのは、ゼロワンだよ。うん。いや、一人じゃ300ぐらいですよ。うん。まあ、でも、それでも一人でやらなきゃいい話だ。ゼロワンは、だって、ちゃんと、そうやって、家とか、ちゃんと持ってて、自立してやってるわけじゃん。自立して女の子を呼んでね。それでも、それもステージの一つだから、それは。一人じゃ数えるんすかな。いや、でも、俺とか、金前さんとかより上なのは、今、ゼロワンだよ。フワッチで一番、閲覧が、勢いとかあるのは、ゼロワンだから。それは、みんな分かってる。うん、あれ消えた。あ、ちょ、充電、充電消してた。充電。充電するか。あ、いいか。もう、ゼロワンはもう。